こんにちは、ダイスです。今回は、はい、こんな箱が届きました。開けてみたいと思います。何かというと、こちらです。はい、アップルウォッチシリーズ6、はい、届きました。はい、今回は一つだけです。僕のはないですね。はい、私のアップルウォッチ新しいものになります。開けていきましょう。はい、開けてみたいと思います。ここからでいい。開けちゃった。開けてみたいと思いますって言っていいっていうから、はい、開けたね。開けたよ。どんな感じなんでしょうかね。ああ、ちょっとビリって言った気がするビリって言ったよね、今。あ、ちょっとやっちゃったな。あ、見えなかったこんな感じです。ああ、前回同様、アプローチの絵が描いてありますね。はい、はい、ということで、色味はこれで、ベルト付きになります。これはベルトはスポーツバンドかなと思います。今使ってるのと一緒ですね。で、なんで1年で買ったかっていうと、はい、今つけてるんですけどね。僕のは買ってないんですけど、はい、私のダイスさんのを買ったっていう理由が、はい、ダイスさんが迅速に、うん、なりました。もともと小児喘息だったんですけど、ずっとちょっと落ち着いてたので、そんな気にしてなかったんですが、ぶり返しました。で、最近あんまいい状態じゃないんで、はい、なかなかね、はい、自分でも分かりづらいんですよね。っていうことで、これ医療用じゃなくて、はい、ウェルネス用で、はい、医療とは違うんで、精度は、うん、保証できない状態の中のパルスオキシメーターっていう機械で血中酸素濃度っていうのを調べるんですけど、うん、SPO2 が測れるモデルっていうことで、はい、これを買った状態だよね。はい、そう、私のを測るってやつですね。そう、はい、血中の酸素濃度を測って、うん、まあ当てにはできないんだけれども、いつもとちょっと違ったら気をつけるとか、ちょっとね、対策ができるかなっていう状態でね、血中酸素濃度が低かったら病院に行くとか、はい、そういう指標にしようかなと思って買いました。はい、パルスオキシメーターはね、なかなかね、持ち歩くのも大変だから、はい、これでやっていきましょう。早速、開けましょう。はい、じゃあ本体から開けてみます。こうだった、こうだったすぐあるわけじゃなかった。前は違った気がする。こうだったかな、覚えてないや。そういう感じだよ。でしたっけ。ビニールでしょ、紙じゃなくて。ほら、やってみな。あ、ちょっと変わったよね。多分変わったと思います。はい、開けてみます。本体がこれです。で、サイズは今つけてるのも多分 40mm なんで、同じサイズになってます。こんな感じです。一緒サイズ。ゴールドアルミニウム。はい。ピンクゴールドじゃないよ。ピンクゴールドじゃなかった。ゴールドアルミニウム。ここの色だよね。そうそうそう。はい。っていうモデルですね。はい。ロゴ違う。ちょっと置いときます。で、充電のコード。まああるからそのまま置いといても、うん。はい。これは多分一緒だと思うので置いときます。で、ベルト。電池つくの？多分ね、つくんじゃないかな、ちょっと。あ、僕押すのやめとこう。ん？あ、書いてあった。ピンクサンドスポーツバンドってやつですね。うん、多分ね、一緒の、なんだっけ、質感の同じやつで、色が違うんだと思ってたんですけど、どうなんだろう。開かない。引っ張る。お、来た。おち！ペラペラ。おお、なんか綺麗な色味ですね。今のやつはホワイトだから白なんですけど、つけるところって一緒なのかな。ピンクつけたり
汁つけたりどっちもできたらいいですよね。2種類入ってますね、 SM と ML。 確かに SM 使ってた気がするので、こっちでセットをしてもいいですか、新しいやつで、うん、これ使えって感じですか。いや全然こっちでいいですか。一応聞きます。じゃこっちでセットします。新しいですねやっぱりね。あ、押しちゃったベルトつけるときに押しちゃった今そうなるのが怖かった。怖かった、今押しちゃった。とりあえずベルトつけます。つけました。なんか出てる。多分設定がありますよね。うん、長さ多分ね一緒だと思う。あ、一緒一緒。はい、設定します。出たんで設定しようと思います。はい、終わりましたよ。新しい Apple Watch として設定ですよね。簡単でした。またこう画面でこうやって読むやつ。接続中です。多分終わりました。ようこそ Apple Watch へ。来ましたね。できました。はい、ちゃんといつもの画面になってる。はい、そっか。こっちもだ。そして、うん、血中酸素濃度、はい、測ってみましょう。試しに。電話不調でした、うん、はい、開始するにはここを押します。こう落とした。どんな感じになるの。なんかね、いや僕じゃなくて、あ、なんかね、ミニシスライドの見方こんな感じありました。血中酸素濃度良い測定結果を得るために下記のヒントを参照してください。はい、次。手首の下の方に寄りすぎる。大丈夫だよね。1、うん、1位なんだって。で、上に向けて動かさないようにします。だって。はい。はい、完了。開始？うん。15秒。どれぐらいなんでしょう。おお、100%。あ、よかった。はい。はい。100% でよかったね。よかったです。あのこれ血中酸素飽和度じゃなくて、血中酸素濃度のセンサーがついてるらしいです。SPO2。うん。うん、であくまでも。はい。さっきも言ったんですけど、医療目的じゃなくてフィットネスとかウェルネス用の指標なんで、はい、うんうん、これを参考にして病院に行くとかはいいと思うんだけど、これを当てにしちゃいけない日本の状態だと。そうですね、うん、なんであくまでも参考レベルっていうことなんですけど、はい、はい、まあまあこれでちょっと喘息気味だなとかっていう時に、うちの場合はね、うん、参考にして病院に行くとか、はい、心拍数とかもね、ドキドキしたなと思ったらグーンって買ってるの後で見てね、ちょっとやばいなと思ったりしてる。あのバイクのさ、はい、免許を、まあそう、取りに行った時に卒業試験だよね。そう、卒検の時に、卒検の時に、あの何時からスタートってあるじゃないですか。あの時間帯後から見たらめっちゃ高いのね。過去最高ぐらいになってて、あの僕も160とか叩き出してあの心拍はねこれで書かれてるんですけど、シリーズ5でも。そうですよね。あの時に、あ、めっちゃ緊張してるやばいやばい、どんなんだったんだってすごい緊張してるなそうなるので、同じような感じでね、うん、その血中の酸素濃度も見ておこうかなと思います。そうですね、はい、どうすかつけてみた感じ。一応ねこれ、うん、性能が 20% ぐらい前回のより上がってるみたい。うん、今までのこれと、そう、比べると、うん、それに比べると 20% ぐらいアップしてるよっていう。はい、嬉しいです。あの裏側もね違ったの。あの緑から赤いライトに変わってるでしょ。ちょっとライトは見えないんだけどあの点々点っていうのやつの位置っていうんですか、モニターみたいなやつの位置が全然違うなっていう印象でした。
つけ心地はね、サイズは一緒だからあまり変わらない。だけどね、うん、細かいところがやっぱあるんですね。大事に使います。1年でね、変えてしまったからね。はい、まあまあ、必要な機能っていうか、僕には必要ないかもしれないですけど、大地さんにはあって困らない機能だったんで、そうですね。今回は片方だけ。はい、片方だけ、私の分だけ更新をしました。いいね。はい。まあまあ、今まで、でも僕のはまだ使えるから。はい、ちょっとね、うん、惜しかったなって思ったのが、白で色違いだったんで、色違いじゃない、同じやつだったんで色違いになっちゃったと思って、お揃いだったんだけどなってちょっと思うっていうちょっとね、それだけなんですけどまあまあ、はい、そんな中で喘息も、ね、ちょっとずつね、コントロールをね、またできるようにコントロールしてね、はいはい、やっていこうと思います。今日もちょっとお聞き苦しい感じで失礼いたしました。はい、はい、ということで、今回はApple Watch シリーズ6、新しく発売になったこちらを私の分購入をしましたの動画でございました。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントをよろしくお願いします。 Twitter もやってます。概要欄の URL か大地チャンネルで検索フォローお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you。